浜松市の認定こども園で園児への不適切な保育があったことが発覚し、園は先ほどから保護者への説明会を開催しています。先ほど午後6時半から開催されている保護者説明会、不適切な保育が発覚したのは浜松市中区の認定こども園、レンゲこども園です。レンゲこども園では匿名の情報提供をきっかけに、運動会の練習中に整列させるため園児の手を引っ張る、徒競走のスタートの姿勢を整えるために足をつかむといった行為が明らかになりました。さらに法令に基づき必要とされている保育士の配置基準を満たしていなかったことも確認されていて、浜松市は先月20日改善勧告を出しました。園は保護者説明会で不適切保育の内容やそこに至った経緯についてどのように説明するのか注目されます。